どうも、占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの奥丸です。この番組ではゲッターズ飯田の占い、ゲッターズ飯田の生命判断の会員で動画鑑定にご応募いただいた方の中から抽選でご当選された方を鑑定していきます。どうですか皆さん、これえ、なんですか、鼻クソみたいな、鼻クソついてます。ついに、はあ、取れました。取れてない取れてない、粉みたいな吹いてる。あ、これね、僕乾燥肌なんですよ。鼻クソじゃなかった皆さん買いましたこれ。何なかったこれ今もう100万買ってないでしょ。ちょっと まだ買ってないです。でプレゼントで僕はいつも毎年買ってるんだよこれ。本当ですか。はい、割と自分で1000冊買ったから。1000冊1000冊もう1000冊買ったんですか。いや1000冊とかね、俺1000すげえ1200冊ぐらい買ってるよ。もう書店で、それにサインすると俺12時間買ったから。はい、はい、で今ずっと配ってるから。はいはいはい、売ってるわけじゃないからあげてるから、ね、無料でね。そうそうそう、おかしい。何のためってんだ。ぜひ買っていただいてよろしくお願いします。さあ、本日はですね、兵庫県、はい、30代前半女性のんちゃんさんでございます。ありがとうございます。デザイナーになりたくて専門学校へ行き就職したのですが、はい、今の会社があまり専門的なデザイン会社ではなく、仕事内容が事務作業が多くなってしまいます。ただ業界内で面白い会社として有名で、社風も私に合ってることから転職になかなか踏み切れていません。うん、副業して自分のやりたいことをしようかなと考えていますが、中途半端にするのは良くないとも考えて、きっぱり転職するべきか悩んでいます。ゲッタズ飯田さんの占いで今年は運気が良くないと書いてありました。転職か副業どちらがいいか、またするならいつからがいいのかアドバイスお願いします。事務作業が多くなっててちょっと不満もありつつ、転職はなかなか踏み切れない。でもこのタイプ何があるかって、はい、自分の好きなことができると思ってるから、事務作業でもそこの中に関われてることを楽しいと思ってやらないと変わらないので、うんうん、まあでもそうですね。このでも同じ理由で転職するから、そのまま待遇がいいな、その会社に行って今求められてる仕事で一生懸命やってったら、あ、じゃあこの子に好きな仕事やらせてあげようかなってなるから、それまで自分のポジションをちゃんと作らないと変わらないです。特にこの多分へりくつと言い訳を言うのと感覚的にやるので、芸術系感性、ものを作る才能はあるのでそこはいいんですけども、そこに気配りとかさ、優しさとか、もう一個もう一つ仕事を深めていくっていうところがちょっとできてないと、いや結局信用なのよ。この子にこれやっといてって時にさ、いやそうやってんなって、じゃあそうか、そうですね、パス送りづらいの、うん、この仕事どうぞって一生懸命やってたらさ、 そこまでお前やんのってなったら、うん、じゃあ別のやらせてみようか、あの子さこういうのやりたいって言ってるからやらせてみませんっていうぐらい、人の心とか上司とか先輩の心を動かすぐらい、今言われた仕事を一生懸命やってない人って評価されないから、それは物事を本気で取り組んでるかどうか、あこいつこんなこと真剣にやってんの、うん、って絶対この仕事もっとうまくいくわって、うん、好きじゃない仕事こんな一生懸命やるの、好きな仕事もっとやるじゃんって引っ張られるから、そっか、引っ張り上げられるぐらい今の仕事一生懸命やってください。じゃあ転職か副業、だってそこのだってその会社に入った恩返しもしなきゃいけないので、うん、そこでまず頑張る、はい、言われた場所で一生懸命やって、そこで認められるとか、うん、僕もそうですから、別にそんな才能もなかったし、別にただ一生懸命やったけど、うん、ラジオとか呼ばれたらここでやってください、じゃあこれで面白く一生懸命やったら評価されてきて、与えられた場所で、与えられた場所で結果を出していくってことを楽し、でも楽しくやってたから、多分楽しかったらば評価されてくるので、まず今の仕事を楽しく真剣に本気で取り組んでください。はい、以上ゲッターズでした。奥間でした。